1989年9月に発売された初代ロードスター。軽量コンパクトなボディに 1.6 リッター DOHC エンジンを搭載。世界に誇れる FR ライトウェイトスポーツとしてセンセーショナルに登場した。今回のカートップ TV は恒例のメディア対抗ロードスター4時間耐久レースを通して、4代目となる新型ロードスターの魅力について追ってみたい。ロードスター4時間耐久レースにやってきました。今回はカートップチームを追いかけたいと思います。使用するマシンは新型ロードスターをベースに耐久レース用へモディファイされている。レギュレーションはメディアの人間だけでなく助っ人を呼ぶことができるのが特徴。助っ人はレーシングドライバーでも構わないが、タイムハンデが課せられることもある。勝敗を左右するのはやはり綿密な燃料計算となる。今回は本市カートップと姉妹市の GTR マガジン、そして中国最大のネットメディアエキシャモーとの混成チームを結成。上一邦夫編集長がチーム監督、ドライバーはカートップの加藤元明、ウェブカートップの石田隆夫、 GTR マガジンの野田光也、エキシャモーのインド、そしておなじみ中谷昭彦さんに助っ人ドライバーをお願いした。さあみんな4時間走り切るぞ。頑張るぞ。おと、その前に各メディアのドライバーたちにロードスターの魅力を聞いてみましょう。スタートユアエンジンの清水和夫さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。清水さんにとってロードスターとはどういった車でしょうか？そうね、なんかライズアップみたいな感じで、まあみんな年取ると脂肪つくじゃない。でも25年経って4代目なのに、やっぱり原点に戻って、やっぱり1トンぐらいの排気量も日本はちょっと小さいんですね。だからみんなエンジンでかくしてタイヤぶっとくして速く走りたいっていう欲望が、まあ、スポーツカーメーカーの中にあるんだけど、マツダはそこじゃなくて、もっとドライバーの走る内面的な楽しさみたいなところにフューチャーしてるから、まあ、カタログのスペック見ると大したことないんだけど、その深いところにその走る楽しさの喜びっていうのがあって、これがもう25年前からずっと続けてきたことだね。これを守り続けてきたことが、他のメーカー全部絶滅危惧種だってスポーツカーいなくなっちゃったんだけど、特に日本からは。マツダだけこういう恐竜が生き残れたっていうのはすごいなと思うよね。まあ広島にジュラシックパークがあるんだろうな。と、そんなこんなでそろそろ予選アタックが始まるぞ。アタッカーを務めるのはレース経験豊富な中谷さん。フロントロー期待してますよ。ここからはロードスターオーナー必見、中谷さんの華麗なるドライビングに注目だ。ゼロカウンター、ブレーキングで荷重移動を巧みにコントロールするドライビングはさすがです。最終コーナーのコーナリングスピードが前方のマシンと全然違います。おっと、
渾身のアタックにもかかわらずトップのベストカーチームにコンマ3秒届かず。中谷さん、どうしちゃったのさ。カートップエースドライバーの中谷さんです。お願いします。お疲れ様でした。予選3番手そう、はい、ちょっともう靴がブレーキングした時に破けちゃって足がバーッ出ちゃった。靴がそれさえなきゃね、よかったんだけど、まあ、ちょっと新しい靴を用意してあるんで決勝は大丈夫。決勝もうぐいぐい1番手に行ける感じで、はい。このレースには元 F1 ドライバーも参加してるんです。武京さん、ロードスターの魅力って？もうね、過去にもロードスターで出してもらってますけども、やっぱり NA の頃からこうだんだんちょっとこうグラグジェット重くなったんですよ。今度の新しいやつはまず軽いし、そのウェイトディストリビューションみたいなのいいから、まず走っててね、スポーツドライビングしても楽しいですよね。なおかつ、まあ、一部の人がこう目がこう細いとかっていう意見とかもありましたけど、この山本さんとかの話聞いたら、ちょっとそんなことないので前に座ってくださいって言って、前で座ってみたら、ほら笑ってるでしょとか、作ってる人たちのデザインも含めて気持ちがこもってて、後ろのトランクのボタンもね隠してたり、今一番日本車でこう美しいで走ると楽しい車だなっていうのがロードスターのね、この最新だと思いますよね。さあ、お待ちかねの決勝だ。スタートドライバーは福編加藤。頑張ります。少々緊張気味か。時刻は間もなく16時。ゼッケン111のカートップチーム、そして今スタートしてまいりました。さあ今スタートしてまいりました。予選グリッド3番手から無難なスタートを決めた福編加藤と思いきや、オープニングラップで一気に3台に抜かれ苦しい展開。しかもアウト側に押し出されてしまい、1ヘアのクリップが取れない。2周目で早くも6位に順位を落としてしまった。途中セーフティーカーが入り燃費は稼げたが、遅くちゃ意味ないでしょう加藤ちゃん。33周走り切って7位でウェブカートップ1台ドライバーチェンジ。単独でスピンってちょっと恥ずかしいところを見せてしまいました。詳しくは動画でインカービデオで出してください。あららら、何やってんの、タコ踊りしてる場合じゃないよ。実は松田以外のメーカーの方もレースに参戦してるんです。今話題のスーパーカーを開発したあの人も、このメディア対抗ロードスターレースの面白さは、まあ、マツダの方だけじゃなく、いろんなメーカーの方が一緒に混合チームを作って走られているという面白さがあるんですけども、その中にですね、今話題の新しい NSX の、まあ、テストドライバーを担当されている木立さんも参加されている。ぜひともお話を聞きたいということで、さあロードスター走られていかがでございますか。はい、まずですね、ベースの車の良さっていうのはすごくありまして、本当に初心者から上級者まで楽しめる車だと思いますね。自分の成長がリアルタイムで分かるような車で、乗ってとても楽しいと感じました。さてレースの方は、セカンドドライバーの石田が安定したペースで周回を重ね、ドライバー交代の時に14位まで落としたポジションを8位まで回復。最終コーナーをノーブレーキ、5速で進入する超エコランダー。燃料はリッター 5.5 キロとまずまず。加藤のようにスピンもなく、3人目駅舎坊のインドンへとバトンをつないだ。ここで最初の燃料補給。やがて日が暮れ、レースは終盤へ。今走行しているインドン君は、中谷さんが中国のサーキットで取材をしていた時に見つけた逸材。
今回インドン君は日本のサーキットはおろか右ハンドルの車に乗るのも初めてという状況ながらタイムは1分15秒台を連発。燃費走行しながらこのタイムは立派の一言。本人曰くグランツーリスモで練習したとのことだがすごいぞ。今中国人のインドン君が乗ってるんですけど、カートップの2人よりもタイムも速いし安定してますし燃費も悪くないんで、3人とも彼ぐらいに走ってくれてれば優勝も夢じゃないかもしれない。35周の走行を終えたインドン君、お次は DTR マガジン野田。ドライバーチェンジと同時に燃料を補給していざコースイン。ポジションは現在10番手、順位を挽回と行きたいところだったが12位でピットイン。ガソリンも十分残った状態でアンカーの中谷さんへバトンをつなぐ。これはもう中谷さんに抜きまくってもらうしかないでしょう。頼みますよ中谷さん。4代目 ND ロードスターチーフデザイナーの中山さんにもお話を伺ってますよ。中山さん、ロードスターの魅力って、中山さん、はい、まあ、ここはあのロードスターばっかりですけどす、ね、まあ、当然ロードスターレースと、さて新しくこうロードスターの主催になられてですね、こういうあのレーシングスーツを着てお気持ちはどうですか。まあ、ずっとねこのレース自体は5年くらい前からずっと毎年来てるんですよね。でいつか自分が出たいなというふうには思ってました。でもそれが本当に出れるっていうふうには5年前とかやっぱり思ってなくて、ましてや自分が主催になるってことは全然考えてなかったんで、まあ、ちょっと感無量なところはあるんですよね、正直言うとね。でドライバーとして走られて、はい、インプレッションはどうですか。運転しやすいなというのが正直なところなんですよ。だから別に絶対的なパワーがある車ではないですけども、やっぱり本当に運転してて面白いし、運転もしやすいし、変な運転をするとちゃんと変な風に動くしみたいなところはすごく、まあ、ロードスターらしいなと思いました。ありがとうございました、はい、ありがとうございます。ファイナルスティント、12位でバトンを受け取った中谷さんはガソリン残量も十分、ほぼ全開で追撃を開始だ。中谷さんお得意の X 攻撃も決まりまくり。どうやら他のチームは燃費が厳しいのか、上位チームは思うようにペースが上がらない。なんと中谷さん100ラップ以上消化したボロボロのタイヤにもかかわらずファセストラップをマーク。参戦以来の快挙です。その後も1分12秒台の驚異的なハイペースで追い上げる中谷さん。燃費の厳しい上位チームの背後に迫るカートップ号、これは表彰台も夢ではないぞ。マツダはロードスターベースの世界統一仕様マシンによる新レースイベントグローバル MX5 カップジャパンを2017年より開催する。国内で全5戦が行われる予定。成績上位ドライバーにはアメリカカリフォルニアのラグナセカで開催される世界一決定戦への出場権が与えられるのだ。今回そのエキシビジョンマッチが開催され、日本人の堤雄衣選手がレース2で見事3位表彰台を獲得している。表彰台を目指し全開でプッシュを続けていた中谷さん、ところがピットに予想外の連絡が入った。なんとガス欠。ピットが慌てている間にチェッカーが。
チームのみんなで中谷さんのもとに。去年は燃料計画灯がついてから相当走れた。それからが勝負ぐらいです。ちょっとだからおかしいなと。上一監督、レースを終えて一言お願いします。いや、いい勝負で、やっぱり男は勝負にかける。これで止まったらしょうがない。素晴らしいレースでした。残念ながらレース結果は23位。しかし4時間近くレーシングスピードでトラブルなく走り続けるロードスターの底力が見えたレースでもあった。等身大で街乗りからレースまで楽しめる、そして乗る人みんなを笑顔にすることができるのがロードスター最大の魅力ではないだろうか。世界一売れたオープンツーシーターとしてギネスブックにも登録されているロードスターをカートップ TV はこれからも応援していきたい。